はい、再び今、ね、先ほどこの前回の動画アップしてる、水晶を洗って、お清めさせていただいて今、お参りに来たら、ね、こちら鳥居がございまして、なんとまあここの守り主ニャーがね、ずっといてくれてるんですよね。いつも逃げるんですよね。いつもっていうか、まあ、何度か私ここの、神社のこの子はね、何度か遭遇してるんですけど、この神社でこっち向いてーニャン、こっち向いてくれた。言葉がね、多分通じるんだと思う。逃げないんですよね。さっきも写真いっぱい撮らせてもらったんだよね。不思議なこと言いますが、神様の前で神様の前でね、猫は、あ、いない、はい、猫はまあ現実で言うとまあね、神社のお守りでもありますが、猫は、違う説で言うと宇宙人だという、猫にね、神社で猫に遭遇したら猫に、宇宙人に観察されてるという、観察ねされてるっていうのを、昔記事で見たことがあります。はい、ね、珍しい光景なので、ショート動画よりもちょっと長くなっちゃいますけど、このね、ドリームくぐってみていきたいと思います。ではこれも YouTube 上げます。バイバイ猫ちゃん、ピース。お爪をね落としてたら、今の私っていうのが分かるかと、汚くてすいません。バイバイ猫ちゃん、いつもありがとうね。